ベルディジュニアユースに加入と、はい、中1中2中3もうほぼ試合出てないですね。挫折の連続でしたね。どんなこと考えてたんですか。もう幼稚園ぐらいの時から絶対サッカー選手になるっていうのは決めてたので、それがブレたことは一度もなかったですね。皆さんこんにちは、本日のゲストは東京大学悪しき蹴球部監督の林亮平さんです。よろしくお願いします。お願いします。もう林亮平さんといえば東大サッカー部の監督を務める傍ら、はい、ダゾーンとか、はい、スポ TV ナウでの解説者としてのもう地位がすごいこれね、サッカー関係者の中では、はい、まあ、言われてますよ。あ、本当ですか。ポスト戸田噂聞こえてきてますけど。あ、本当ですか。いかがですか、そのあたりは。ありがたいことにいろいろお話しいただいて頑張ってます。もうなんかすごい謙虚な感じで。いや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 。ということで、はい、本日はそんな林亮平さんのサッカー史を遡っていきたいんですけれども、まずサッカーを始めたきっかけは。きっかけは兄が4つ上でいるんですけど、はい、兄の影響でサッカーを始めました。それでその清水北 FC、はい、で小学校の時に。そうですね、小学校2年生ぐらいまでその清水北 FC でサッカーしてまして、そっからベルディの、スクールにまず入ったんですよ。ベルディスクール、あー、ジュニアの前のにスクールっていうのに入って、そのきっかけも清水小っていうところだったんですけど、そこで、はい、みんなで遠足行った時に読売ランド行ったんですよ、はい、で昔読売ランドってゴーカートがすごい一周すっごい長いゴーカートがあったんですよ。うん、そこにお母さんとその遠足一緒に行って、そのゴーカートを乗った時に通った道にベルディグラウンドがあって、ここのグラウンドでサッカーしてみたいっていうお母さんに一言言って、うん、ベルディのサッカースクールに通うようになったんですよね。でそこで教えてもらってた時に俺がそこでまあ一番上手かったんで、はい、一番うまかった。一番うまかったんですよ。いいですね、はい、どんどんそういう感じでお願いしたいですね、はい、一番うまかったんで、うん、そのままジュニアに特別に上げてもらったんですよ。セレクションなしとかで。はい、スクールから。すごい。はい、珍しいパターンだったんですよね。小学生の時はどんなプレイヤーだったんですか。はい、今みたいに体が全然大きくなかったので、どちらかというとちっちゃくて左利きで、なんか結構何でもできるタイプのプレイヤーでしたね。じゃあもうテクニックで。でも左利きといったらもうなかなかいないじゃないですか。そうですね、だからそこでまず違った部分はあるので左利きで、はい、でジュニアの時はじゃあスターですか。まあでもやっぱりベルディのもうジュニア結構上手い選手たちがたくさん入ってくる中で、うん、はい、まあ、スターでは全然ないですけど普通に試合には出てましたね。まあその後ベルディジュニアユースに加入と、はい、小学生の時と同様に、うん、まあご活躍された。いや全く活躍してないんですよ、それが。え、中学に入ってから体も小さくて、まあ、今186あるんですけど、はい、信じられないんですけどすごい小さかったんですよ、はい、中1中2中3もうほぼ試合出てないですね。あ、そうですか。はい、私のイメージだと、はい、ベルディってテクニックがすごくイメージとしてあるんですけど、はいはい、テクニックあったんですよね。そうですね、ないことはなかったです。でも試合には出れなかった、はい、それは何が足りなかったんですか。全ての能力が足りなかったとは思うんですけど、まあ、体も小さかったですし、はい、その技術的にも体力的にも足りなかったので、まあ、シンプルに出れなかっただけだなっていうのは思ってましたね。ちょっと認めざるを得ないような。そうですね、形だった。いや、すごく苦しかったのはすごく覚えてますね。どんなこと考えてたんですか、そのまあ、うん、ベンチにも入れなかったんですか。いや、だから途中とかで監督に、はい、交代で試合出るぞって言われた時にもう出たくないって一回言ったこともあるぐらいこんな状況なら出たくないっていう。え、それは。いや、もう悔しくて、なんか自分が情けなくてという か、うん、なんかすごい、それはなんかすごく覚えてますね。小学校の時はそのまあ何ていうんですかね、パスでジュニアに入ったりしてて、まあ割とエリートだったと思うんですよ。ただ中学校時代にそういった挫折があるじゃないですか。でちょっともう何だろう、どうしようみたいな、うん、僕はそのよくエリートって言われるんですけど、もう挫折の連続でしたね。だからベルディにはいましたけど、その中学で全く試合に出れなくて、やっぱ中学で試合出てないとユースにも上がれないじゃないですか。はいはいはい、だからもう厳しいんじゃないかって自分の中でも思ってましたし、はい、まあ、絶対多分普通だったら上がれなかったんですよ、ユースに。俺の能力であれば。
なのにもかかわらず、はい、ユースに上がるわけですよね。上がれた理由が、はい、その菊原志郎さんという。お、志郎さん、はい、志郎さんが僕のことをすごく評価してくれてて、はい、両親が大きいんですよ僕、はい、なので必ず林良平は体が大きくなると、うん、だからユースに上げてくれっていうのを志郎さんが進言してくれて、でユースに上がれたんですよね。その時中学校の時には、はい、まあその試合出たくないって言ったこともあったとは思うんですけど、うん、練習態度とかどうだったんですか？いやもう俺はもうすっごい真面目にやってます。あ、一応真面目だったんですね。はい、はい、今も真面目です。あ、今はごめんなさいね。あ、やっぱ真面目にしっかりとやったものをちゃんと志郎さんとか見てくれてて、はい、そしてその両親の、うん、あのまあ体格なども見て、はい、きっとこの子は、うん、って信じてくれて上がったと、はい、それを志郎さんが言ってくれたって聞いた時はどんな気持ちだったんですか？いやもうすごく嬉しかったですし、うん、志郎さんに感謝しかないですよね。ヴェルディユースに進むと、はい、試合にこう出場できるようになったんですか？いや高1の頃は全然出れなかったですね。試合に絡むようになってたの2年生ぐらいですか？そうですね、2年で絡み出しましたけど、まあ、スタメンとかではなかったので、うん、まあ、本格的に試合出だしたのは3年ですね。でもその試合にこう絡み始めるって、はい、中学校の頃はちょっとあんまなかったわけですよ ね、うん、そうですね、はい、だからブランクでいうと4年ぐらいあったってことですよね。ありましたね。それはなんかこうサッカー感とか、はい、体以外で変わったこととか、はい、なんかきっかけとかあったりします？でもやっぱり真面目に努力して練習とかをこう一切力を抜かないっていうのは自分の中でずっと決め続けてやったので、変なことはずっと考えてなかったですね。とにかくそのサッカーに向き合うっていうところを常に考えてプレーしてたので。ちなみに、はい、その物心ついた頃には、はい、Jリーグがもう開幕してましたよね。してましたね。じゃあもう自分はサッカー選手になるんだっていうのは、もう幼稚園ぐらいの時から絶対サッカー選手になるっていうのは決めたので、それがブレたことは一度もなかったですね。その試合に出れない4年間も、はい、出れなくても。ああ、あのヴェルディは J リーグの中でも比較的あの育成年代が強いと思うんですね、はい、うん、でたくさんのプロの選手を輩出してると思うんですけど、はい、ヴェルディの下部組織が毎年のようにこうプロ選手を輩出できるこう理由とか、はい、なんかあります？環境だと思いますけどね、うん、そのヴェルディのエッセンス、あのショートパスであったりとか、うん、テクニック的なところとかそういうのやっぱ小さい頃からずっとやってるので、うん、やっぱその環境がすごくいい影響を与えてるのかなと思いますけどね。やっぱ上手い選手も集まりますし、うんうん、なんかそうですよね、こうどちらかというとすごく戦術的かっていうと、はい、そうじゃなくて、はい、個人技とか個人の戦術に特化してるようなイメージが強いんですけど、はい、うん、そういった練習多いんですか？いや多いですね。本当技術的な練習はすごく多かったですね。出して下がる、出して下がるとか逆足使ってとかリフティングとか、そういうのやっぱ個人の練習の方が全然多かったですね。ヴェルディユースの良さ、はい、うん、なんかあります？トップがやっぱり上にあるので、うん、良ければトップの練習とかにも参加できたりとか、うんうん、近くでプロ選手の姿を見れるんでやっぱ刺激にはなりますよね。触れ合う環境もあるので、そうトレーニングルームとかも意外と一緒だったんですよ。ユースの時とかトップチームの選手が横で筋トレしてるみたいな、まあさすがに一緒の時間帯には使うなとは言われてたんですけど、でもすごく近くで見れてたんで雰囲気とかなんかそういう、はい、なんか空気感みたいなものが間近にあるんですね。はい、間近にあるんでやっぱり自分もそこに入りたいっていう思いになるので、よりなんかすごくこうプレーに集中できるというか、それを毎日感じてるってやっぱいい環境ですね。いや良かったですね。あの紆余曲折、はい、まあ、ヴェルディユース時代あったと思うんですけれども、うん、まあ、林さん自身が一番こう学んだこと、はい、いろんな指導者の方、津波さんとかに、はい、1年生3年生津波さんで、うん、あと与那城ジョージさんとか、ジョージさんもやってますし、うん、あと木原志郎さんとか、志郎さん、まあ、たくさんのやっぱり素晴らしいプレイヤーの方が監督として一緒に教えてくださったので、うん、やっぱりいろんなことを学べましたよね。技術的なこともそうですし、うん、メンタル面もそうですし、うん、自分がプロサッカー選手になるために何をしなきゃいけないかっていうのを考えろっていうのは常に言われていた気がしますね。
答えは教えてくれなかったんですね。答えは、まあ、人それぞれ違うと思うので、うん、それは自分で見つけ出せっていうのは常に言われてたような気がしますね。まあ、確かにその環境が間近にあるわけですからね、はい、うん、そうですね、はい、その中で自分で感じて考えろ、うん、はい、そんな中高校卒業時、はい、まあ、トップチームに昇格ができなかったということで、はい、明治大学に進学されますけれども、うん、明治大学に進学する決め手みたいなものがあったんですか？決め手っていうのはあの明治大学に入学してから試合には絡めたんですか？はい、全く出れなかったですね。そこでもサッカーやめようと思いましたもん、一回試合も出れなくてやめようと思った時に、本気でじゃあ俺がそのプロになるためにはこの 1,2 年で本当に勝負かけないと、うん、もう俺はプロになれないと思って本当に考えたんですよ、何をしなきゃいけないって自分で、はいはい、そこがすごい自分のターニングポイントでした、ね、